環境や動物保護を目的として、動物性の食品や製品を避けている人たちのことをビーガンと言います。今回の動画ではそんなビーガンに関するスレを3つ紹介します。まずは2022年4月に建てられたこちらのスレをご覧ください。ビーガンの母に隠れてファミチキ来たのバレて家を追い出された。今ねカフェ。イヤホンマウ。よかったら語っていいか？語ってよ。よりによってファミチキなとこがますます許せないだろうな。母親50シングルマザー。Y21 留学生。3年前から母ビーガンにハマる。俺も強制参加。シングルでずっと育ててもらってたから。付き合えるなら付き合おうと思ってた。これは嘘の感じだな。テンプレ屋がそれならどれだけ良かったことか。で昼間に俺が困るって言ったら、ビーガン弁当とかも作って持たせてくれてた。ない日はレシート提出。バレた経緯は今日マッマがビーガンのグループで用事あって、帰るの遅くなると言われたので、久しぶりにファミマ行ってファミチキ食ってたら、俺のいるリビングにビーガン特殊部隊突入。5.6 人の BBA に詰められまくった。3年前は流行ってないからだろと。知らんけど3年前から、うちがそうやったんやから知らんぞ。まだ間に合うからケンタッキー持って謝ってこい。何か質問あれば答えていくけど、暇やから付き合ってくれたら嬉しい。ファミチキ美味しくて感動した？結構隠れて食ってたから安定の微妙さやな。あくまで母が満足するなら目の前では付き合ってただけ。ファミチキの美味しさは間違いありませんからね。そしてスレ主に動きがありました。なんかトイレから帰ってきたら、鬼伝すごいんやけど、出た方がいいんかな。いや伝なとことん心配させろ。ビーガンがどれだけおかしいのか教えてやれ。個人的にビーガンは好きにしたらとは思うんやけど、ビーガン BBA が文句言ってきた時、便乗して怒ってたのが一番悲しかったわ。肉食ったから死にますって言って電話切れ。これ、電話出て文句言った方がいいのか、放っておいて心配かけた方がいいんか。肉食っただけで追い出すとか差別主義者やん。そんなカス野郎はビーガンやめちまえ。正確にはビーガン仲間の BBA にめっちゃ詰められたんやが、それに反論せずに自分の理想を優先されたのが辛かった。放って警察沙汰にしろ。あんまり詳しくないんやけど、これ警察沙汰になるんですか？捜索願い出されたらの話だな。でも何の罰にもならないありがたい説教されるだけ。なるほど。警察もビーガンじゃないこと願っときます。警察はいい意味でも悪い意味でも古い人間ばっかだから。ビーガンとか LGBT とか平気でバカにしてる人しかいないから。仮に警察に届け出出されても成人なので猶予あるとのことで、とりあえず友達が迎えに来てくれるので、様子見で1週間ほど避難しとけばいいってことですよね。もう死にますって言って電話切れ。そのまま1週間一切連絡取るな。とりあえず俺金もないから、相談した友達が家に泊めてやるって、迎えに来てくれるらしいんやが、もし捜索届け出されたら友達に迷惑かからんか？ LINE とか来てないの？めっちゃ鬼電来てる。メールはないな。電話来てんのにスマホ使ってんの？ iPhone やから電話来たら音量押して消してるやで。一週間着拠しとけ。捜索届け出されても着拠なら向こうが会いたくないのでは？と疑ってくれる。了解。とりあえずしといた。突入ってどういうこと？怪しまれててはめられたん。いつも母から聞いてたわ。詰められた内容を合わせると、BBA 連中の家族はビーガンに協力的じゃなくて、俺は協力的不利だけどだったから、会ったこともないのに気に入られてたらしい。ご飯中に俺の話になって近所だし、俺を褒められて上機嫌な母親が会っていくの流れらしい。軽い覚悟で付き合おうとしたお前が悪い。そうなんよな。あくまでああいうのって思想だから根が深い。それをよく考えなかったのは俺のミス。でも肉うまいやん。俺だって一生肉食えないとか考えられんわ。とりあえず少し時間を置いてから話し合いだな。シングルなんだから母ちゃん大事にしてやれや。母は大事にしたい。親父死んでから大学まで一人で行かせてくれたし。だけど正直俺とビーガン比べて、ビーガン選ばれた時やっぱ悲しかったのは事実。どうしたらいいかわからない。だったらそれをそのまま伝えればいいんじゃねえの。ビーガンになるのは勝手だが、その考えを周りに押し付けるな。オブラートに言ってやれ。メールすれば、しばらく帰りませんとか。とりあえず着拠解除してそれ送りました。逃走資金なさすぎて結局落とし所見つけんといかんのが、現実的やとは思ってる。スレ主は今の状況を冷静に判断することができているようです。そして着拠解除したスレ主に母からメールが届きます。しばらく帰らない旨のメール送信。以下返信の内容要約。記憶がたくさん、されてる動画見せたとき、悲しい動物の叫びを分かってくれてると思った。今からでも遅くないから、一度話そう。お母さん頑張って説明するから。今まで YouTube で2ちゃんまとめ見てたけど、まさか自分がこうなるとは。これなんて返せばいいか。よかったら教えてほしい。今は話したくないでいいよ。つか着拠しろと言っただろうが。お前友達いないだろ。鶏肉うめえって返せよ。ちょっと笑ってしまった。ありがとやで。それはビーガンだからじゃなくて、変な信仰にハマってるわ。動物好きやからそこつけ込まれた気はしてるけど、本人が満足ならいいとは思うけどやっぱりそうよな。ビーガンやめた人の話をする。周りにおらんから、何を言えばいいか何が響くかも見当つかないんだけど、何かある？絶縁でいいよ。ビーガンとかマジで害悪しそう。とはいえ俺学生だから、すぐにはできないんよ。
ビーガン仲間の前で恥かかされたら怒りもするさ。多分それはかなりあると思う。シングルだからって舐められるの嫌だから、少し外面が良いところはあるから。お金支援してやりたいけど俺もお金なくてできないや。ごめんな。全然汗。なんで援助するのさ。気持ちだけで嬉しい。本当にありがとう。そして母親からまたも返信がありました。今は話したくない送信。返信内容ようやく。もう子供じゃない。話さないとわからないよね。みんなも言い過ぎたと待ってくれてる。早く帰ってきなさい。話そう。帰居しろ。それも考えたし一回したけど、自立してるならともかく、学生だから金はないしいつまでも、そうはしてられないとは思ったから解除したんだ。子供選ぶか思想選ぶか選択させろ。子供選ぶなら話し合いの余地がある。思想選ぶならもう無理だから諦めろ。どっちつかずの選択は絶対させるな。どういう文章かよかったら考えてくれたら助かる。ちょっと今は考えられなくて。ビーガンの思想に一定の理解や共感がないわけではないし、母親を尊重し相応に生活を合わせるようにはしてきたが、原理主義的になるほど自発的にビーガニズムを自分の信条としているわけでもない。家の中ではビーガンルールにしようということならそれに合わせることについてはやぶさかではないが、個人的な外食などまで管理されてしまうのは不本意だ。今まではその線引きについてお互いの合意を形成することなくなーなーで済ませてきたから、隠れて食べるという選択に至ることになった。母親がビーガンであることに反対はしないが、今はまだ自分はビーガニズムを自発的に完全に取り入れるという判断に至っていないのだから、お互いの尊重とお互いの妥協で合意できないなら一緒に生活することは難しいと思う。みたいな。ありがとう。このままコピペして送らせてもらいます。カッチャマがビーガンになった経緯は知らんが、かわいそうだからって理由で肉食叩くやからは何も食べる資格ないと思う。飢えた日にしてしまえばいい。確かきっかけは、うちの母動物好きでチワワいるんだけど、散歩してる時に仲良くなった人に、オスのヒヨコは生まれたら即丸されるってことを教えられて、それをなくすには、みたいな感じだった気がする。うちの親父、肉食いながらテレビで牛の映像見ると、ほんとかわいそうだなとか言ってる。くさ。うちの親も宗教やってるけど話し合っても分かり合えないから家出るしかないよ。この2年間どんなご飯出されていたの？すごく興味ある。基本的に大豆肉とベー、サラダとサプリ、飯自体はうまいから、割と内容ではあったんだ。何がトリガーだったんだ。動物好きで犬飼ってたんやが、散歩を行ってたらできた友達に、オスのヒヨコを処分する動画見せられて、それをなくすには、で2年間やね。ビーガンの母とかレアだな。応援してます。本当に素直に殺される動物はかわいそうだけど、食べたいものを自由に食べれないのは辛い。理解したいけど、考えを押し付けられるのも辛い。正直に辛いって伝えてもいいと思うよ。ありがとうございます。とりあえず返信なぜか来なくなったので今日は友人宅で、ゆっくり過ごします。母ちゃん感受性が豊かで優しすぎたんだな、と思いだ。こんなんでも優しいし自慢の母親。こうなったのも初めてで、でもそう言ってくれて何か救われました。ありがとう。ビーガン見たらアホやなって思うけど押し付けるビーガンは害悪以外の何物でもないな。仲直りに剣高って帰ろう。ビーガンになることを強要されるのは少しきついですよね。さて、次に紹介するスレは2019年10月に建てられたこちらのスレです。老後ビーガンの生活を始めて1ヶ月経った結果、ニキビが消えて肌が綺麗になる。3キロ痩せて顔つきが変わったと言われる。だるさが消える。前向きになる。10年以上下痢に悩まされてたのが解消された。友達があまりいなかったけどビーガンコミュニティの人たちと仲良くなる。環境保護とか動物愛護とかはどうでもいいけど健康面ではガチでいいで。スレ主曰く、ビーガン生活は体にはいいようです。スレ民の反応を見ていきましょう。日本人なんてベート大豆と塩と海藻だけで生きていける。ワイは食好きやからビーガンでも苦じゃないわ。寿司食えなくなったのは残念やけど。精進料理でも食ってるん。今日は豆腐とアボカドとキムチの丼食ったで。肉食いたくなるやろ。今のところならんな。卵も牛乳も魚も魚卵もなしか？ちょっと食べられるもの詳しく教えてくれや。卵も牛乳も魚も食っとらんで。でもたまには動物性のタンパク質も取らんと白内障なるで。それビーガンってよりベジタリアンじゃね？牛乳も一切飲まないのはビーガンやぞ。たった一度の人生やから食いたいもん食うで。別にビーガンにならなくても菜食中心の生活意識すればそれで済むやん。食費かかるやろ。ビーガンってことは革製品も持っとらんのか。ワイはダイエタリービーガンやで。プチ断食とか週末ベジタリアンみたいなもんやね。タンパク質は何から取っとるんや？大豆とビーガンプロテインやな。ほうええやんか。脂質は何から取っとるんや？もう流行り終わったのにようやるわ。それ、単に今まで脂っこい食事してたのが改善されただけや。普通に毎食は食でええんや。ベーとか麺とかパンは食えるんだろ。やりたきゃ一人でやってろ。ツイッターのカスみたいに肉食縁恨みで他人に当たるなよ。健康気にしてビーガン名乗るのはやめた方がええ。動物愛護の慣れの果てがビーガンだから。でも少しお肉食べた方が健康そう。きちんと栄養管理してるなら別に肉なんてほとんど食わんでも問題ないからな。日本人だってほんの150年ぐらい前まではほとんどの食事が植物性や。肉フリーはどうとでもなるけど、動物由来一切ダメが難しい。
牛乳も動物性由来の砂糖もダメだ。肉食いたい時はどうしてんの？野菜だけって金かかりそうや。1ヶ月くらいなら体に良さそうやな。数ヶ月したらイライラが勝って年単位で過激派ビーガン爆誕や。気のせいやぞ。食ったもの写真撮ったりしてないんか？見たいわ。ビーガンって裏では肉食ってるだろ。外食全くできんって考えるとビーガンってやばないか？人との関わり合いすら難しいやん。だから同じコミュニティの奴らとしか関わらなくなって考え方がおかしくなるんやろ。それでビーガン同士が集まってより攻撃的になるんやろうな。自分で始めたのに他の奴らはいい文句言いやがってみたいな感じかな。夜だけビーガンとか健康に良さそう。言うほど肉ってそんなに悪いんか？動物さん食べるのかわいそうじゃん。しばらく肉や油を抜くと体調が改善するって人も少なくないから健康面でビーガンやる人も多い。あと畜産はゲップのガスがヤバくて農作と比べて数十倍も地球環境に悪影響を与えると言われてるから。環境問題からビーガンやる人もいる。後者の方はビーガンどころか。環境学者も危惧して段階的に肉の消費量を減らせというぐらいの現実的な問題やね。ワイもビーガンや。キャベツと玉ねぎをオイスターソースと鶏ガラスープで味付けした丼が結構満足感あっておすすめ。まあ別に本人だけで完結してるなら好きにすればいいわ。それ他人に押し付けたり親の仇みたいに批判しだしたら終わりだけど。自分の考えを人に押し付けるのは何か違いますよね。肉を食べるなと誰かに言われたとしても従うのは難しそうです。肉アレルギーだったのでは。ビーガンてかカロリー取りすぎよな現代人。逆に動物性のものしか取らんっていう逆ビーガンみたいなのはおらんのか？ビーガンなんて思いつくアホな外国ならそれもありそうやけど。おるけど別にビーガンと違って騒がんからな。人間は草食動物やないから長々続けると弊害ありそう。羽毛布団で寝ないってま。でも何年もビーガンの人が久しぶりに肉食べたらめっちゃ元気になったって見たぞ。人によるな。じゃあお前の利点も人によるのでは？健康面でやる人はフレキシタリアンって言って、ビーガン生活とたまに肉食生活を組み合わせる人も多いで。素食が体にいいのはガチやな。食いすぎるとおかしなる。長寿の人の共通点は動物性タンパク質を取ってること。動物性タンパク質食わんでも生きられる哺乳類なんか5万とおるんやから人間ができない理由はない。ビーガンってやっぱり一匹踏みつぶさんように常に下を見ながら生きてるんか？クソなビーガンはあくまで環境問題押し付けてくる連中であって、趣味思考や健康のためにやるやつまで全部クソ扱いしたらクソ味噌ビーガンと一緒やろ。以上です。皆さんはビーガンの生活についてどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。